スタート。監督太田です。僕も去年で60歳にって話なんかもしましたけれども、で、まあ、当然のことながら僕と同級生あるいは同世代っていうかな、まあ、同じ年の、お友達たちっていうのも、60になります。で、まあ、僕も映画の仕事してるので、いやー60か、もう体力が今後ね、現場やっぱ撮影現場の仕事ありますからね、やっていけるかなっていうね、っていうのもね、まあ考えてみたらね、ついこの間までね、僕が一番若手だったんですよ。ついこの間までね、若手だったんですけど、ふと気がつくと、まあなんか一番年長になってるっていうね、同じ年の同級生とか、友達っていうのもそうで、で、そういう人たちってどうしてんだろうなと思ってね、で、聞いてみると、一人同じ年で、僕の映画をずっとね、応援してくれた地方にいる、まあ結構大手企業に勤めていた友人は、まあ、同じ年なんで、去年退職したそうです。でも年賀状もらってね、去年でね、もう30年ぐらいかな、勤めた、なんとか社を辞めましたって言ってきて。それから、まあ、この長い、もう本当に、そのさっき、学生映画を撮ってた頃の友人は、今年の春に退職するそうなんです。でね、会社によって、僕全然もう会社にやったことないんで分かんないですけど、違って、例えばその60に、なる年、例えば今年60歳ですって言ったら、今年の例えば春で退職とか、あるいは誕生日月、例えば6月生まれの人、6月で30歳になりますって言ったら、6月の誕生日があった、翌日になんか退職とか、なんか会社によってね、それぞれ違うらしいんですけれども、で、まあ、その友人は、4月に退職だそうなんですね。で、まあ、その彼が言うには、なんかね、5年ぐらいは延長できるそうなんです。で、まあ、給料は安くなるけれども、まあ、続けて仕事をしていくみたいな。で、これはね、なんか聞いたことあったんで、ですけれども、で、ね、その方が、いいじゃん、ちょっと収入ね、年取ったかどうなるかね、わかんない、まあ、この厳しいご時世と思ったんだけど、で、聞いてみると、やっぱ仇の人たちのやっぱりね、いろいろ考えがあって、で、例えば60歳、今60歳。だから65歳まで5年間あと働いて、で、65だって、よし、これ自由だ、毎日自由に暮らすぞ、とか思った時に、体が今度悪くなってくるんじゃないか。だから、ある友人言うには、もう本当ね、この大学卒業してから会社入って、もう30年ぐらい80年だと、その30前年前後働いてきたと、一度も病気せずに、怪我もせずに来てたんで、だからなんかここでほっとして、よし退職だ、明日から毎日が日曜日だと思った途端にどっか悪くなって入院したりしてっていうことがなんかあるかもしれないっていう、なんかちょっと不安があるとかっていうし、まあ、考えたら、ね、僕の友人たちみんなね、生きている友人たちはみんな元気なんですよ。でも亡くなった友人もいますけれども、でもなんか U ターンを繰り返すとかね、結構怪我をよくするとかっていうのもあまりなくて、もう超元気っていうかね、問題ない人が多いんですけれども、でもそんな彼らでもやっぱ心配があって、だからそれで65歳で定年になって、そこからまあ自由になんかいろいろ毎日遊んで暮らそうと思った時に、体が悪くてもうなんかそんな旅行したりスポーツしたりできないんじゃないのかっていうふうに考えるっていうんですよ。あ、なるほどなーっていうね。もう僕はそんなね、先のことまで考えたことないんで、なるほどなと思ったんですけど。でね、歌手って言ったらなんかあれだけど、矢沢永吉さんが、まあ彼もね、ずっとキャロルでデビューしてからもう何十年、50年かな、一度もコンサート休んだことがないって、ちょっと会社休むのことだと一緒にその、なんですけど。で、もう健康にはすごく気をつけてやってたんだけど、ついにね、去年一昨年か。なんかね、前のコンサートでお休みしたんですよ。もう本当に声が出なくて。で、もう医者にね、今日歌ったらもう一生声が出ないかもしれませんよ。って言って、もう泣く泣く休んだというね、話があって。で、矢沢さんのインタビューとか見ると、
やっぱりね、65歳超えてから、彼今確か72歳、今年72歳。72歳でロックンローラーですからね。で、72歳なんだけど、やっぱり65を超えてから、あっちこっち肩が上がらないとか、なんか腰が痛いとかっていうのが出てきたっていう。だから、まあそれだけね、健康ね、アーティストでね、歌手なんてね、特にあんなロックンローラーとやってね、止まらないってやってる人たちだから余計体はね気をつけてると思うし、そういうメンテナンスというか医療あれもたくさん受けてるだろうと思うんですけれども、それでもやっぱり65歳から来たっていう。あ、それで同じ72歳でこちらもロックラーをやってるパンタさん、頭脳警察、パンタ&ハル、のパンタさんが、もうね確か今年入ってから去年からか、なんか入院してね しばらくお休みしてたんですよ。だからやっぱりな、年取るとあんだけこうロックンローってやってね、してた人たちでもやっぱ体悪くなってくんだなと思って、で考えたら確かその友人が言う通りで、65歳超えてから自由な時間あってももう何もできないからっていうね、そうだよなっていうね。だからね、いくらまあまあ老後暮らしていけるだけのお金があったとしてもね、もうなんかもうずっと寝たきりになったり入院退院繰り返したり、まあ日常生活できるとしても遠く海外旅行行ったりね、スポーツしたりっていう風なことができないという人生って結構大変だと思うんですよね。だから僕なんかね、やってる監督なんかめっちゃ貧しいやつ多いから、もうどうやって今年は生活していこう、どうやって食っていこうとか言いながら、まあ、かといってね、もうこの年になってアルバイトできないしっていうね、コンビニ行ってもいろいろレジのあれから何からね覚えきれないっていうね、もう頭がおかしていうのがあったりするんだけれども、まあそういうふうな、まあ、なんとか生活できていく人たちにも彼らなりのやっぱり悩みがあって、でせっかくね真面目にね、もうなんかでも本当好き勝手人生生きてきたから、もう本当ね明日死んでもね、まあ、ちょっと後悔しますよ、ちょっとやっぱりね、まだ撮りたい映画があるんで、だけれどもやっぱりその我慢して真面目にねずっと毎日電車に乗られながらで会社通ってやってきたっていうのはやっぱり安定を求めてね、なんで、で、だからこそ、こう、我慢してね、こう、いろんなも嫌な思いもしながらね、会社で上司が嫌なやつだったりもして、同僚にバカがいるかもしれないけど、やってきたっていうのは、で、それがここまで頑張って働いてきたのに、ね、65歳まで働いて、もうちょっと金貯めて、と思って、した途端に、もうなんか体悪くてね、なんか、ちょっと駅まで歩いていけないとかね、ね、だから別に、老化しなくても、例えば、足、骨折るとかじゃなくても、やっぱ歩きづらくなるとか、まあ、他の同じ年の友人でもね、やっぱりずっと、立ったまましなきゃいけない仕事の友人なんかは、やっぱりね、なんか膝に来てね、階段上がる、降りるのがね、苦痛だって、やっぱ降りるときに膝に関節にやっぱり負担かかるんで、上がるのはいいんだけどっていう、だから会うときに、なるべく階段のないところで会いたいなってね、ビルの2階とかね、もうエレベーターあればいいんですけどね、エレベーターのないそういうところで会うのは嫌だとか、地下街とかも嫌だとかって言ってて、したんですけど、あ、そうか、そういうの出てくるなと思って。だから、そう考えたときに、60歳でも、引退して仕事をあと5年できますよと会社が言ってくれてもやらずに、旅行行ったりスポーツしたり、映画見に行ったり芝居見に行ったりっていうね、でいうことをしていきたいなっていうのはね、あ、もっともだなっていう。だからね、いや、会社は会社で大変なのもよく知ってるんですよ。で土日祭日しかね映画や芝居や行けないじゃないですか。だから本当にコンサートでも土日じゃなければチケット取れるのに、演劇でもね。で、土日だからやっぱりみんなたくさん来るから行けないとか、まあ、例えば遊園地行っても、何行っても、とかな、ショッピングセンター行っても、うわーって行った中で、もう人いっぱい、もうそれだけで疲れちゃうっていう風な日にしかやっぱりね、外行けないっていうのは、あと会社って働いてますからね。そうか、それも大変だなと思って。でも僕なんかもうめちゃめちゃ、あれですよ、土日映画行かないですからね、映画見なきゃいけない仕事なので、土日バチ出ないっていうね、別に3密を恐れてるわけじゃなくて、人多いの嫌だからっていうね。だって、いつ行っても映画館もうすごいガラガラでね、もう、
見られるね、あの平日行けばいいんじゃんっていうね、いう買い物行くんだってそうだしね、まあユニクロ行っても平日行ってもいやーってみんな並んでるじゃないですか、もうディズニーランドがここはみたいなね、その買うだけでこっち金出すんだぞっていうのみんな並んでるけど、平日行ったらもうそーっと行っても今あのなんか自動販売機で生産できちゃうっていうね、だからそう考えたらいやそれはそれであのこういう自由業っていうのはやっぱりそれは幸せなのかもしれないなって。そう人混みとか、見たい映画を見たい日に見に行けるとか、見たい芝居も見れるし、みたいな。うん、で、別にね、雨降ったから今日はジョギング休みとか、平日のね、昼までもジョギングして体鍛えたりできるし、でもそういうことがやっぱ会社員の人できないんだよなと思って。だから、まあね、こういう従業は本当に明日、来月生活できるかっていう不安があるし、ね、仕事来なきゃね、いけないし、だ去年だって初の仕事来たのが12月ですからね、もう暮れまで仕事なかったっていうね、もう大変なね状況になったりしたりしてね、で急にこう仕事を投げ出してしまうスポンサーとかがいて、もうこっちはそのために借金までして準備して、いろんなもう役者もみんな集めて、はいはいできますっていう時に、あ、やめたっていうふうなことがあって、まあそれもこうね、映画の世界で賠償金取ったり、裁判したり、でき、まあその話でまた長くなるんですけど、なかなかできないんですよ。で、結局、そういう賠償金を取ったり、違約金を取ったりってことができないっていうことが、裁判起こしてもねそういう状況なんでね、だからもういつも泣き寝入りみたいなねことでひどい目にあったりするし、まあそういう会社もまあまあ青じしみたいなところで、いやもう最悪なそれがなんていうかな業界だなと思ってるんだけど、いや仇の人とそれでそういうことはなく、ちゃんと毎月月給もらえたとしてもね平日は遊びに行けないし、うん、っていうね。でだから60過ぎたらもう自由にね、もう毎日映画見るぞとかね、毎日演劇見に行くぞとかね、コンサート行くぞとかってね、なんか僕が好きなことばっかり、僕がやってることばっかり言ってますけど、っていう風なね、まあ、ただ毎日もう朝から、本読むぞとかね。あと僕だって朝からもう午前中からね、まあ、今編集の仕事してますけど、まあ、ちょっともう締め切り迫ってきてるんで、僕首締まってるんですけど、でも、ちょっと今日は気が乗らないからやめたっていうのありですからね。うん、でまあその代わりやりだしたらもう夜中でも何でもするし、もう土日祝日元旦正月一緒がでも仕事をするしっていう、まあそれは気にしないんでね、なんで正月仕事しなきゃいけないんだよとは思わないんで、だけれどもでもまあそういう仇の友人とかっていうのは本当にもういやでもそう今日は営業出なきゃいけない、今日なんかパソコン向かって打ち込みしなきゃいけないとかいうことをずっとやってきてるから、やっぱりその60歳超えてっていうのはわかるなと思う。でもそんなところでまあまあ、経済的な余裕はあると思うんですよ皆さん、僕の友人たちはちゃんと大学出ていい会社入ってるんで、だけれども、うん、でもどうしていくんだろうっていう、その、まあ、健康なうちに、でも海外今行けないですからね、行けなくはないけど、ね、1週間もホテルで過ごすの嫌ですからね、だからまあ国内旅行行って、たりねするんだけれども、でもそれでその話をしようと思ったらもうね、なんかもうとっくにタイムリミットを過ぎてしまってるね、うん、っていうふうなことを聞いて、じゃあ彼らのその人生、これからその60歳以降の人生ってどういうふうにしていくんだろうなとかいうのをちょっといろいろ考えたり、まあ、話を聞いたりしたら紹介したかったんですけど、またそれ次回にしますね。うん、なので、まあそういう年なんだな、60歳っていうのはっていうね、いうお話をしました。またこの話します。